as possible from the entrance. It's Kosaka-senpai. The waitress comes up to me and offers to show me to a seat, but I decline to make my way to the far table. I pull out the chair across from senpai and take my seat. Kosaka-senpai, desu ne? はい、そうです。メッセージを送りました。今いいですか？はい。先輩も何か頼みます？じゃあ、アイスティー2つ。先輩、いいですか？アイスティー2つで。承知しました。少々お待ちください。今日は急にすみません。あんな手紙びっくりしましたよね。実は掲示板を見まして、アガスティアの葉です。ご存知ですよね。毎朝見かけていたので、もしかしてって思って、能力を使って手紙を出してみました。知らないうちにポケットに入ってましたよね。そういうことです。This is going nowhere. Damn, this is extra tough on me considering how terrible I am at keeping a conversation going. Guess I should have had Sora tag along after all. あ、そうだ、自己紹介がまだでした。俺、ニーミカケルって言います。Her head and every trace of her nervousness is vanished from her features.
はるかですわ。以後、よしなに。あ、は、はい。お待たせいたしました。ご注文は以上でよろしいですか？ええ、結構です。ごゆっくりどうぞ。Hesitates a moment as the vice haughty tone. Lorraine gains her composure quickly, leaving the check on the table with a bow before walking away. She turns back halfway and casts a worried look at me. Since I'm unable to give her any kind of obvious reaction, I simply put my straw into the glass. With some ceremony, she picks up the syrup and pours a little into her drink before daintily stirring it with her straw. ああ、はい。では、私の悩みは話すまでもないですね。はい、能力に振り回されて。あのような掲示板に書き込みはしましたが、このような場所で話すことではありませんので。ああ、それはすみません。いえ、謝罪する必要などありませんわ。手を差し伸べてくださってありがとうございます。あなたは私に言い寄ってくるだけの殿方とは違って、とてもお優しい方。Stammering. She's just oozing confidence head to toe. She couldn't say a word earlier, but suddenly she's hot and she knows it. Her personality is taking a complete 180. She really is a different person. そうですね。仲間を探していたんです。仲間ですか？はい。俺たちは非現実的というか、あ、そうだ、アガスティアの葉。まるでメビウスの世界に迷い込んだみたいな、そんな状況ですよね。そうですね。かなり戸惑いましたわ。ですよね。だから自分と同じ状況の仲間と知り合いたかったんです。その時、本物っぽい書き込みを見つけて。それが私だった。そうですね。はい。運命ですわね。はい。場所ですか？
できれば二人っきりになれる場所に。I reached my glass and said I placed her hand over mine. Am I going crazy here? Why is this happening? Flustered, I start fretting that Gucci might see us like this. Seriously, what the hell? あなたは白馬のナイト。私のエデンに招くにふさわしい。は、なんです?アダムとイブになるのです。私たちで理想郷を作るのですわ。いや、ちょっとわかんないっすね。私の目を見て。え?あ。This is odd. I'm getting lightheaded. Is this her power? She's using it against me. I should be able to shake off her hand. That seems my plan of being the strong vanguard of our offensive and figuring out what her power is. Thereby impressing Gucci has ended up backfiring.します。ご注文は結構ですね。そうですか。失礼しました。そう、すでにお仲間がいらっしゃったのですね。彼女もユーザーなのでしょう。ああ、いや。今回は諦めるといたしますわ。先輩 takes a check and stands up。え、ああ、俺が。今日は私が手を差し伸べてくださったお礼に。ああ、じゃあ。またご連絡しても。はい、もちろん。ありがとうございます。次に会った時に私の能力を明かします。それを先ほどの比例のお詫びとさせてください。比例、いや、では失礼いたしますわ。She chuckles, settles her bag over her shoulder, and walks to the register. Gucci takes her money, not saying anything in particular as she quickly closes at her check. When she reaches the door, she looks over her shoulder and offers me one last smile before exiting. What the hell just happened? Someone has a lamb at first.She said she'll tell me about it next
丈夫だった？ああ、まあなんとか。バイト終わったくらいにメッセージ送る。どうして手を握り合っていたの？あっちから握ってきたんだよ、急に。急に？そう、急に。ミミコも握り返したの？え？俺はそんなことしてないけど、焦ってそんな余裕なかったし。焦ってた？え、何？なんか怒ってる？怒る？私が？ちょいそんな雰囲気が。怒る？大して情報を引き出せなかったのは悪かった。うん、ありがとう。私こそうまくフォローできなくてごめんなさい。いや、助かったよ。なんか妙な能力を。あ、俺と話してて大丈夫か？よくない。お仕事に戻らないと。これ飲んだら帰るよ。後ろに来てる。いつかな？ミミ君が先輩と話し始めてすぐくらいかな。ってことは見られてたな。行きがけのダチンってやつだな。あ、それ違うか。あ、ニミか。任せとけ。いや、合ってる。いつも俺たちのこと睨んでるよな。そうね。She answers nonchalantly, lightly brushing back her bangs. Oh, it's a cucumber. 何かそっちを怒らせるようなことしたか？いいえ、特には。ならどうして睨む？落ち着いて茶も飲めねえ。あなたも私を警戒している。睨まれたら警戒する、当然だ。それだけじゃない。腹の探り合いはやめましょう。時間の無駄。悪いけれど私は石化の能力者ではない。ミスパウダー、やっぱりユーザーか。あなたたちはうかつすぎる。あんなに大声で能力のことを話すなんて。特に九条美也子さん。お待たせ。どうして？コロナグループの社長令嬢。この町に住んでいる人間なら誰でも知っている。この店の常連ならなおさら。能力のことが公になれば混乱が起きる。迂闊な行動は自重してほしい。そうですね、気をつけます。She said. You truly heard the last part of this conversation.
たちの話聞こえていたんですね。あんなに騒げば当然、石化の能力者がそばにいることすら考慮に入れていない。あまりにも短絡的。今はいいのか、そんな話しても。誰が聞いているの。とにかく私の邪魔をしないで。邪魔？石化の能力者は私が裁く。裁くって随分と大きく出たな。あの、それなら協力しませんか。私の能力はきっと役に。勘違いしないで。誰かに頼る必要はない。私の能力だけで十分。それにあなたたちも監視対象でしかない。また監視ときたか。すべての能力者の謀反は私が裁く。せいぜい道を踏み外さないことね。そんな、私たちは悪いことなんて。パフェ、え、早く食べたいの。はい、失礼しました。ご注文は以上でよろしいですか。え、ありがとう。お名前は。名乗る気も能力を明かす気もない。ごゆっくりどうぞ。結城ノアね。はるかと同じく字はわからない。歳はあなたと一緒。なるほど、ノアちゃんね。彼女も魔眼のユーザーを探しているの？自分が裁くってさ。まずいわね。どうして、誰が片付けてもいいだろう。彼女の目的は回収ではないでしょ。魔眼のユーザーを殺されたら厄介なことになる。殺す？そんな過激なことはしないだろうが。言い切れる？Obviously no, I can't. And all the first thing about that girl. まあ、殺すのは別にいいんだけど。いいのかよ。問題はその後よ。ユーザーが死ねばアーティファクトは野放しになる。次のユーザーのところに移動してしまうわ。発見が困難になる。ああ、そっか。持ち主のそばに移動する。そういう習性があるんだったな。正確には自分を扱える人間のそばに移動する。世界すらも超えて。魔眼のユーザーはこの町にいる可能性が高い。だから殺されるのは困る。そういうことね。ノアってこう仲間にするか、
出し抜きなさい。彼女より先に魔眼を見つける必要がある。仲間か出し抜くかね。絶対に魔眼を見つけなさい。いいわね。わかってるって。そうだ、ソフィー。他にあるのか？ユーザーがアーティファクトを手放す方法というか、条件というか。アーティファクトとの契約は一種の呪いのようなものよ。一方的で基本的に死ぬまで一緒。基本的に？アンブロシアという霊薬があるの。仮死状態になることでアーティファクトを騙す。どっちみち一度は死ぬしかないってことか。そうなるわね。じゃあ犯人にそのアンブロシアってやつを飲ませるか、九条の力で奪ってソフィーに回収してもらうしかないか。それ同じじゃない。え？殺すかアンブロシア飲ませてからじゃないと回収できないわよ。どうして？火事の時は九条が奪ったのを回収してただろう。だってユーザーはもう死んでいたもの。なんだって？あら、やっぱり気づいてなかったのね。待て待て待て、どういうことだ？ミヤコがアーティファクトを奪ったことで力の制御を失う。その結果、自身の炎に焼かれ、魂は消し済みに。事実か？それ。アーティファクトを私がまだ所持していることがその証明。生きていれば主の元に戻っている。死んだ？あいつが？間接的に宮子が殺したことになるわね。ミヤコには役に立ってもらわなくちゃいけないのから。心をくじくようなこと言うはずがないじゃない。それならいいんだな。じゃあ私はもう行くわ。ノアって子、気をつけなさい。Same thing happened again.
苦情は納得しないよな。二体目の石像を発見。お邪魔します。お昼もう食べちゃった？いや、まだ。よかった。ごめんなさい、勝手に買ってきちゃって。土曜も九条の飯食えるなんてラッキーって思ってるから大丈夫。ありがとう。お腹空いてる？ああ、まだかな。うん、じゃあ冷蔵庫に入れちゃうね。そうだ、九条、レシート。お願いします。確かに。後で払うよ、きっちり。私から作りたいって言ったのに、ごめんなさい。また謝って。節約家の九条に。こんな大金払わせられないだろう。千円札出すとき、私震えちゃうもんね。5000円だと？し
金かな。1万円だと昇天しちまうな。かも。冷蔵庫開けっぱなし。ごめんなさい、電気代を無駄に。まだいないよね。ああ、いないな。今日来る？どうだろうな。さっきメッセージ送ったけど返事ないんだよな。忙しいのかな。多分寝てる。起きたら来るかもな。そっか。じゃあお昼ソラちゃん来てからでもいい？ああ、いつでも。じゃあそうしよっと。借りてもいい？どうぞ。いちいち許可求めなくてもいいぞ。好きに使って。人様のお家で好き勝手したらおじい様に怒られちゃう。相談って？うん。2体目の石像、いや2人目の犠牲者のことか。うん、そうだね。ソラを待った方がいいか？うん、大丈夫。なんていうか、漠然と新見くんと話がしたくて。俺と？うん、また新見くんが導いてくれる気がして。導く？火事の時みたいに。あれは導いたっていうか、まあいいか。俺は何をすればいい？新見くんは魔眼のユーザーのことどう思う？そうだな。九条がアーティファクトを手にしたのは地震で神器が壊れた日。魔眼のやつもその日に手に入れたとすると、最初の犯行は翌日の深夜だ。たった一日で犯人は他人に能力を使用した。人に害を与えない能力なら好奇心で試したくなる気持ちはわかる。ソラなんて遊びでホイホイ使ってるみたいだしな。けど人を殺せる能力だぞ。使うか、そんなの。信じていなくて試しに使ってみたら本物で、殺すつもりはなかったのかもって、そういう可能性も考えた。
私がそうだったし。けど二人目の犠牲者が出たことによってその可能性は消えた。うん、もう立派な殺人鬼だ。サイコパスだぜ。人を殺せる能力だと理解した上で人に使ったんだ。犠牲者はまだ出るだろうな。俺はずっとほとぼりが冷めるまで息を潜めるつもりなんだろうって思ってた。けど冷め切る前に2度目の犯行だ。殺人に快楽を得るタイプって感じがするよな。絶対またやる。絶対に。私で止められると思う。自信がないなら手を引こう。俺たちが諦めても、ああ、まだ名前言ってなかったよな。クイーン、結城ノアって名前なんだってさ。同い年。結城さん。そいつも魔眼のユーザーを追ってる。任せてもいいんじゃないか。あっちは自分の能力に随分自信があるみたいだ。そうなんですね。一人で十分って言ってた。覚えてる？何か。ん？ソフィーさんが言ってた。未熟な使い手だったから私たちは助かった。ああ、あの炎か。つまりそれって能力は成長するってことよね。まあ、うん、そう取れるな。射程内に入る。アーティファクトを目視できる。この条件を満たせば私はほぼ無敵だと思う。けど相手の射程が私よりも長かったら、アーティファクトを隠されたら、火事の時がまさにその状況だった。条件を満たせない限り私はどんな相手にも無力。成長する必要がある。このままじゃ私は魔眼のユーザーを止められない。なんでだ？え？九条がどうしてそこまで真剣なのかわからない。犠牲者が友達だったり？うん、知らない人だけど。別に否定するわけじゃないんだが、純粋に疑問なんだ。うん、なんで九条は知らない人のためにそこまで頑張れるんだって。下手したら死ぬぜ。相手の能力が恐ろしく強かったら。そうだね。そうだけど、それは見て見ぬふりする理由にはならないかな。命を懸けることに抵抗がない。そうは言わないけれど、そうだね。いつもおじいさまおじいさまってうるさいかもだけど、おじいさまがね、よく言ってるの。もらったものは返さなきゃダメだって。おごった言い方かもしれないけれど、力持つ者は相応の振る舞いをしなきゃいけないって。おじいさまの場合は財力。コロナは
おじいさまが一代で築いた会社。でも、おじいさま一人で作った会社じゃない。みんなで稼いだお金。だから、できる限り社員の方々に還元する。そして、引退した今も、生まれ育ったこの町に利益を還元するという形で恩を返している。実はね、ナインボールの経営は赤字の時もあるの。でもおじいさまは儲けようとしない。みんなと共有したいって思っているんだと思う。その精神を私は受け継ぎたい。私の価値観を崩しかねない力だけど、力は力。アーティファクトという力を私は得た。次は返す番。力を持つ私が人を助けるのは当然。それが見ず知らずの人であっても。そっか。答えになってるかな。ああ、ありがとう。無視してしまって、ニーミ君が手を引きたいと考えているなら私も。いや、行けるところまで行ってみよう。どこまでも付き合う。それで、成長ってのはどうすればいいんだ？よくわからないと。そうなの。だから、ニーミ君に相談できればって。ああ、そっか。それが相談だったのか。私、頭が硬いから、柔軟な発想で助けてもらえたらいいなって。ごめんね、休日に。いいって、暇だったし。でも柔軟な発想か。私って、なんていうか、固定観念にとらわれがちというか、融通が効かないというか。そのせいで、能力の幅を狭めているような気もしてて。それが成長の妨げになってると、九条は感じている。なら、固定観念を一個ずつ否定していってみようぜ。否定？どうすればいい？射程距離は？約10メートル。本当はもっといけるんじゃないか、とかさ。射程は何度も試したから、間違いないと思う。対象に意識を集中した時にね、射程距離に入ると、対象に触れたって感覚があるの。射程の外だとその感覚がない。うん、だから射程距離は正しいはず。なるほど。じゃあ次だ。うん。視界に入れないとダメなんだよな。うん、ダメ。本当にそうか？これも試したことないかも。やってみようぜ。視界に入っていないものを対象にするってことだよね。ああ。
難しそうか。さっき触れる感覚がって話したけれど、やっぱり対象がはっきりしないと。じゃあ何に能力使うかだけでも決めるか。記憶なくなるから俺のものじゃ面倒だな。そうそう、いつの間にか置いてったやつ。俺の持ち物だといちいち説明がめんどいからな。こいつを使わせてもらおう。どうすればいい？そうだな。これでどうだ？やってみる。早くもレベルアップだな。そこにあるって分かっていれば視界に入っていなくても成功する。もう一つ上を目指してみるか。九条、目を閉じていてくれ。ああ、悪い。カップちょうだい。九条、もういいぞ。カップを隠した。探してみてくれ。対象が分かっていて、場所が分からない場合の実験ね。そういうこと。やってみる。その場から動かないようにな。動いたら見えちまう。あ、今の答え言っちゃったか。察しが悪いから大丈夫。やってみるね。パソコンの裏。パソコンの影に隠してある。パソコン、さっきやってみたけど。対象が明確で、場所さえ把握できていれば。間に入っていなくても能力は発動する。分かってきたな、能力のこと。うん、まだいきなりのエンカウントには弱いが、見えてなくても大丈夫ってのはでかいな。事前に調べられていれば九条は負けないってことだ。うん、ありがとう。ニンミ君、やっぱり
私を正しい方向に導いてくれる。大げさだってそれ。今のは思いつきがたまたまうまくいっただけだ。ううん、私だったら思いつきもしなかったから。ありがとう、ミミ君のおかげで私は前進できる。で盛り上がっちゃって。え、ああ、あ、いや。考えてたんだ、もっと、あ、そう、解釈を広げられないかって。解釈？そう、九条の力は見えないものでも奪える。だから、そう、見えないものだよ。見えないものを、だから拡大解釈してさ、相手の感覚を奪うとか。そうそう、あとそう、記憶とか。記憶？あ、悪い、無理やりすぎ。うん、もしそれが可能なら犯人見つけられる。まで奪えたら、私の能力、思っていたよりもずっと強力。試してみるか。気が乗らないか。記憶を奪えるかどうか確かめてみたい気持ちはあるの。犯人を特定できるかもしれないし。遠慮しなくていいぞ。できそうな気がする。ミミ君の言葉に間違いはないって。でもミミ君で試したくはないかな。なぜ？だって能力を使えば対象が私の手の中に自動的に移動するけれど、所有権を放棄しても対象は自動的に元の持ち主の元に戻らない。ミミ君の記憶を盗んで元に戻らなかったら、ミミ君の日常生活に支障をきたしちゃう。まあ確かに。それにこれはその私の自分勝手の言い分だけど、うん、せっかくこんなに仲良くなれたのに、私のこと忘れちゃったらとても。にいみか。 She looks on in shock as I collapse under the table. Crap, my eyes about to explode and I'm blushing to my ears. Damn it, you can't just go and say stuff like that, Kujo. ごめんなさい、せっかく提案してくれているのに弱気で。いや、
俺が適当に言い過ぎた。確かに危ないな。だよね。仮にできたとしても私では試せないかもしれない。でもさ、九条、奪う瞬間移動ができるなら戻す瞬間移動もできるんじゃないか。戻す、奪った時点で終わりじゃない。そう、九条の力って盗む力じゃなくて借りる力じゃないか。盗むだけの力なら所有権を放棄するなんて必要ないプロセスだろう。確かにそうね。っていうか、そうだよ、九条が他人の記憶に干渉できないはずがない。なぜ？だってもうやってるじゃないか。他人の所有物を借りると同時に記憶も操作している。そうね、確かに。そして所有権を放棄すると同時に記憶は戻った。それはもう俺自身体験している。だから九条は記憶を借りて戻すこともできる。いやいや、俺なんて口だけだから。自分の能力すら分かってないし。他者の力を正確に把握する能力だったりして。うってつけだな。九条のサポートにぴったりだ。私たち相性ぴったりね。俺が考える、九条が実行する。まあいいんじゃないか、その相性。だよね、だよね。ああ、やってみよう。うん、サラちゃん、今マグカップの記憶失ったり戻ったりしてるんだよね。後で謝らないと。大丈夫大丈夫、本人気づいてないから。あ、お兄さんひどい。今気づいたけど、さすがに第三者の記憶は操作できないんだな。今俺、空の持ち物に九条が能力を使ったことをはっきりと認識してる。本当だ、言われてみればそうだね。まあでもそんな大したことでもないか。デメリットではあるから気をつけた方がいいね。だら、悪い脱線して。うん、じゃあ続きやってみるね。いつもはここで終わっていたけど。戻す、元の場所に。難しそうか。待ってね、多分触れてる感覚を手放して、
ントの位置に置くような。お、戻ったな。できた。ああ、できたな。ニミくん、できたよ。やったな。いや、何手振ってるんだよ。違うよ。え、な、何？ハイタッチ、ハイタッチ。九条、ハイタッチしたことない？え、うん、え、違う？で、そのままにしてて。うん。おい。痛い。悪い。でもハイタッチはそんくらい強くやらないと。その方がスカッとするだろ。じゃあミミク、徹底。ほい、来い。初ハイタッチ。この勢いで初記憶スティールも試してみるか。盗むって言うとなんか聞こえが悪いだろ。でも英語だと技みたいでかっこよくないか。おお、確かにミミ君は天才だね。九条のそういうの冗談なのか本気なのかわかんねえんだよな。あ、本気だよ。じゃあ俺のこと買いかぶりすぎ。ないよ、ミミ君は私にとって。いいからいいから、試してみようぜ。本当にいい？ああ、どんとこい。じゃあ、九条はここにいろ。ソラ、大丈夫。お兄ちゃん、なんか知らん人が。違う違う、知らない人じゃないから、友達だから。だってコソコソしてた。お兄ちゃん、泥棒。違うってば、友達だってば。深沢くん？あ、はい、そうです、深沢です。ねえねえ、知り合いだったでしょ？え、マジで？お兄ちゃん、マジで？一応クラスメート。なんだよ、まあ、びっくりした。僕だってびっくりしたよ。なんで余一がいるんだよ。メッセージ送ったじゃん、遊ぼって。ああ、だからってお前返事してないのに来るなよ。ちょうど近くにいたの、ついでだったの。てかどうやって入ったんだよ。
鍵開いてた。え？ああ。不法侵入。それはそうなんだけど、ちゃんと挨拶するつもりだったよ。でもさ、でもさ、九条さんと二人きりでいるとは思わないじゃん。ごめんなさい。私が二人の約束を邪魔しちゃったってことだよね。ごめんなさい。いや違う、約束はしてないから謝らなくていい。そうそう、そうじゃなくて、遊ぶ約束とかもうどうでもいいんだよ。あんな状況だったらさ、イチャイチャが加熱するまで覗くしかないじゃん。でしょ？でしょ？イチャイチャ変態？人は僕を紳士と呼ぶよ。頼む、帰ってくれ。これ以上この場が冷えないうちに。やだよ、この裏切り者。いつから九条さんと付き合ってたのさ。付き合ってたの？付き合ってない。付き合ってないのにここにいるの？二人っきりで？それおかしくない？普段お世話になっているからご飯を作らせてもらってて。ご飯？九条さんの手作り？おい、こっちは見るな、帰れ。頼む、かける。僕も九条さんのご飯食べたい。よかったら作るけれど。九条さん、なんていい人だ。なんかよくわかんないけど、ニーニの友達なんだよね。まあ、うん、親友です。じゃあまあ別にいいんじゃないの、ご飯くらい。優しい。妹さんも優しい。あ、深沢陽一です。ニーミソラです。兄がお世話になっております。材料費はちゃんと払えよ。払う払う、超払う。じゃあ作るね。悪い、九条。ううん、大勢だと作りがいがあるし。よし、頑張って作っちゃおうかな。ちょっと待っててくださいね。